はい、皆様こんにちは、めいめいチャンネルです。はい、今日はねちょっと告知動画ということで、ちょっとね、あるお知らせをしていきたいと思います。最近ね、まためちゃめちゃ寒いです。まだまだ寒いです。あと気温のね変化もすごいので、皆様体調の方をしっかりね、していただいて、で具合とか、まあちょっと風邪症状が出たらね、なるべく早めに風呂はあったかいお風呂入ってね寝ていただくようによろしくお願いいたします。そしてインフルエンザとかねコロナもまだまだ油断はできない状態です。はい、まあ皆様、対策の方をねしっかりしていただいてよろしくお願いいたします。なんかね、噂ではなんか5月ぐらいからねもうもっと緩和されるって言ってまして、マスクとかももう全然せんでもいいよみたいな感じになってきてはいます。まあでもね、一応それまではまだまだ油断はしないように、よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、改めましてこんにちは、めいめいチャンネルです。はい、今日はね、まあ告知動画ということでですね、ちょっと私の顔だけになりますが、皆様、ご了承くださいませ。はい、ということで今日はね、1月の31日に撮影しているんですが、多分これ2月ぐらいにね、2月の最初に動画投稿するんですけども、ちょっとね、2月の最初にちょっととあるところに、私たち、私の母親とうちの姉の子供と姉で、ちょっととあるとこに行ってきたいと思います。イエーイ。まあそれはね、どこかと言いますと、最近できたね、まるまるっていうところね、まあもうちょっとね、多分ライブとかはそういう系はしないんですけども、まあちょっと告知をしとこうかなと思いまして、もう言っちゃいますね。ジブリパークに、行きたいと思います。イエーイ。はい、皆様ジブリパークにね行ってきますっていうので、なんでこんな動画出してるのってふうになるんですけども、はい、ちょっとねそれでもジブリパークの動画をね、また、投稿していきたいと思いますので、皆様お楽しみにということでね、2月の〇〇日に行ってきます。ねもし、良ければ、めいめいチャンネルで検索していただき、見ていただけたら嬉しいなと思っております。はい。まあ、これ一応ね、私が行く前日ぐらいに、多分投稿、していると思いますので、ぜひ最後までね、ご覧いただけてたらなと思っています。はい。まあ、朝からね、行くんですよ。ほんで、もう晩は、もう、10時ぐらいには帰ってきて、私、めいめいチャンネル、また次の日からね、仕事なんで、はい。もともと休み取ってたんですけど、ちょっと仕事が忙しくて、なかなか、撮影とかもできていないんですが、皆様、申し訳ございません。投稿とかもね、なかなかできていないですが、その辺は、ご了承いただけたらな、と思っています。はい、すごく短い動画になりましたが、この辺で動画は以上となります。はい、またね、そのジブリパーク投稿、お楽しみにということでね。もしできたら、まあ、ライブ配信、まあ、そうですね、YouTube じゃなくて TikTok の方でライブ配信するかもしれないので、もしよければ見に来てください。はい。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次回動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、そう、みんな、あと TikTok ね、生ライブ配信するのであれば12時、昼からね、多分昼になると思うので、もしよければ見てください。バイバーイ。